Zach. Come on, Zach! I'm sorry, Zach. It's okay, it's okay. You are great. Very much. Good job, Zach. My mistake. No problem. Fucking strong, man. He's strong. I didn't think he was so strong. For now, Okada is the best wrestler in the world. When I win the G1, I'm going to beat him at the Tokyo Dome. And there'll be no question, I'm the best wrestler in the world. But for now, I'm dead. この日本というよ、異国の地でよ、一人でよ。すげえよ、こいつは。あと一歩まで追い込んだよ。こいつの夢はよ、ベルト取って、イギリスでタイトルマッチやることだ。こいつの夢はよ、これで終わったわけじゃねえよ。今日は岡田の方がちょっと上だったのかもしれない。だけどまだまだよ。こいつは今回初めてだ、ニュージャパンカップ。初出場、初優勝。IWGP ヘビーも初挑戦だ。今日はよ、今日は岡田の方がちょっと強かったかもしれない。だけどよ、今日見た人ならわかるよな。おい、一歩も引け取ってなかったろ。サブミッションホールドだけで、ここまで戦い抜くやつ、他にいるか今世界中に。おい、こいつは本物だよ。絶対ここで終わらねえぞ、こいつこそ本物だよ、大丈夫か、OK、Okada will tap out in the Tokyo Dome。 Yes。 次こそ岡田覚悟しとけ、次こそ You just tap out。 あらゆるシチュエーションが俺に味方してる気がする。すっごい時間かかってしまったけど、もう一度 IWGP 先生に戻ってきた気がするじゃない、戻る、もう世界中探してもこの記録を止める役目俺しかいないと思ってる。今度は逆の立場でね、本当にこの何年かで立場が大逆転してしまったけど、追いかける棚橋を見せてきたし、それもまたすごく、ね、自分にとって大切な日々だったから、もう一度新日本プロレス頂点、チャンピオンが挑戦を認めてくれるのを待ってます。ありがとうございます。乾杯。早いな。はい。ずいぶんシンプルだ。岡田さん。11度目の防衛、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。乾杯。おめでとうございます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 。それでは記者会見を始めさせていただきます。見事史上最多タイ11度目の防衛を果たしました岡田和親選手です。おめでとうございます。そうだね、タイとかかっこ悪いね。もう二度と V11 なんて言わなくていいですよ。そんなかっこ悪いタイですよ、タイ。そんなことはどうでもいい。ザックに勝てたらそれだけで十分です。改めて今日の試合なんですが、そのザック・セイバージュニア選手、関節技にかなり苦しめられたようにも見えましたが、振り返っていかがだったでしょうか。もちろん投げられるのもきついし、大きな男と戦うのもきつい。でもこうやって関節技に苦しめられるのもきつい、いろんな相手と今回このベルトかけて戦ってきて、また本当に強くさせてもらってありがとうと思いますね。きつ
暑かった。強かった。それでも守りきり、岡田選手の今の感覚としてはより強くなったという感覚ですか。だって内藤もあの関節地獄から逃げられなかった。イブシも真田も棚橋も俺は逃げたよ。強いでしょ。強くなってると思います。その中で、まあ、試合が終わった後ですね、リングの上には源田選手の言葉に呼応するような形で棚橋選手が来ましたけども、改めてその棚橋選手に向けて今の思い、言葉を聞かせていただけますでしょうか。まあ別にいいでしょう。この今回の防衛戦の相手で棚橋さん入ってないですし、まあ V11 の記録を持ってる者同士戦ういいんじゃない。別に俺そんなに V11 ってこだわりはないけど、どうしても止めたいんであれば田中さんが、まあ、V11 対 V11 いいんじゃないですかね。まあでもその田中さんの V11 を V12 か拒んだのは誰でしたっけね。もうある意味結果は出てるかもしれないですけどね。そういった意味では今度は岡田選手自身が、まあ、もう一度といいますかね、田中選手を倒して12という数字に届くということになるんですかね、岡田選手。まあ今の田中選手ほどつまらないものはないでしょう。だって復帰して怪我してチャンピオンでなくなったり、ニュージャパンカップ準優勝だったり、まあ、リング上でも言ったようにつまらない。V11 の棚橋で来るつまらない。倒しても新しい最高の棚橋宏で来てもらいたいですね。では代表質問最後に改めてですけども、今日も前のファンがいらっしゃいました。多分皆さんに向けてこの先向けてのメッセージお願いします。本当にあっという間に V100 いきます。まあどん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 新しい選手も出てくると思いますし、過去の田中宏のような相手もまた戦うことになったように、どん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 俺を止めてみなさいよ。防衛ばっかしてる長い間チャンピオンでいる、そんな記録を作りたくてやってるわけじゃないんだから、こっちはどんどん素晴らしいプロレスを俺は見せていきたいんだね。まだまだチャンピオンのまま俺を倒す気でどんどん挑んできて、俺はそれを超えて素晴らしいプロレスを皆さんに届けていきたいと思います。代表質問は以上となります。